はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2023年令和5年の10月20日の金曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日は10月の20日ということですから、2023年、令和5年もですね、の10月も残すところあと10日というところに来ています。で、今日この朝ですね、職場に来る途中ではなくて、今日ちょっとこの新聞を読んでいて、見た記事の中でですね、自分なりに気づいた言葉というか、自分に言い聞かせたい言葉を思いつきまして、その言葉というのが、何事もやらないよりはやった方がマシ、成果とか効果を求めるよりもまずは継続することが大切という言葉になりました。というのもですね、今日の音読の題材の中には、取り入れない予定となっていますけれども、ヒットの薬という、今日もですね、中村直文さんという方が書かれたコラムの中でですね、チョコザップが取り上げられていて、そのチョコザップというのは、ライザップというですね、2、3ヶ月ぐらいで何キロ休ましょうとかいうようなダイエットを目的とするようなトレーニングスペースというかですね、そういうこのコーチがつくような、そんなジムのビジネスをやられているところですけれども、そこがですね、ちょこっと運動できるような、そんな施設を結構各地に作っていて、で、電車の中でもですね、結構記事というか広告を見たりする機会があって、だいぶビジネスとしても力を入れてきているなという感じがしていましたけれども、そのヒットの薬の中でのですね、チョコザップに関する話の中で、SNS の中でですね、チョコザップみたいな、そんなですね、ちょこっとした運動をやっても効果がないよという声もあれば、それでもですね、やっぱり体を少しでも動かすことができれば、そういう施設がですね、身近に、そして気軽に、安く利用することができればということで一定の支持を集めているという声があって、割とその辺のところがですね、論争というまではいかないんでしょうけれども、結構意見交換が広がっているように見えるということをですね、この今日のヒットの薬というコラムの中で読みまして、なるほどなという感じるような気もしました。やっぱりですね、やらないよりはやった方がいいに決まっていることであって、そしてやっていく中からもっとですね、時間がかかってもできる時間が増えたり、またいろいろな意味でですね、興味が深まっていったりした時にはもっともっと力を入れればいいわけですけれども、全くですね、もう本当に最初から真剣にガチでですね、もう運動して鍛えなくてはいけないということになってしまうと、それに対応できる人はいいかもしれませんけれども、間口としては非常に狭くなってしまうし、やはりそこに関わる人としても人口が減っていけばですね、ビジネスとしてもなかなか成り立ちにくくなっていくということもあるし、ただそういうふうに真剣にやっている人から見ればですね、やはりちょこちょこってやって、そしてほんのちょっとしたですね、効果というか成果というか、そういうものをで喜んでる人たちを見ると、やっぱりですね、ちょっと、自分だったら物足りないなというふうに思ったりするという気持ちもわからなくもないですし、なかなかその辺のところが難しいなとは思いますけれども、それでもチョコザップがですね、きちんとビジネスとして成り立っていて、一定のお客様がついて、でそのお客さんたちがですね、気軽に利用することができて、ほんの少しでも気晴らしになったり、ちょっとした運動不足の解消になったりとすればですね、それはそれで素晴らしいなというふうに思いますし、そういう気持ちがまず大切なんだろうなというふうに思っていたりするので、自分としてもこの音読も全く同じだなと思ったりします。音読をして一体何の成果があるのかとか、何の効果があるのかというふうに思う、本当にですね、そういう人たちもいるでしょうし、かといって自分自身でもですね、どんな効果があるのかなどは特に求めているわけでもなく、とにかく継続していく中から何か気づくことだとか身につくことがあればそれでいいなという程度のことで取り組んでいるので、全くこの音読自体もですね、チョコザップと同じ精神というか、そんな感覚で取り組み続けているわけで、ただこれがですね、やはりもうなんか効果が出ないなとか、成果が出ないなとか、人から支持されないなということでやめてしまったら、それまでです。それまでのことになりますし、なので
まあ、とにかく自分なりにこれから先ですね、まあ、こういった活動とか取り組みがまた何か深掘りできることにつながることもあるかもしれないし、ないかもしれませんけれども、やらないよりはやった方がマシで、そして成果とか効果を求めるよりもまずは継続し続けることが大切で、それが先々になって点と点が結びついてですね、何かの線になって、まあ、それで大きな変化を生み出すこともあるかもしれないということなので、チョコザップに通うような方々もですね、本当に気軽に通い続けて気晴らしをしてストレス解消をして、そしてまた自分の仕事本業に取り組むと、その活動というかサイクル自体がですね、必ず何かしらの大きなまあ、うねりというか自分自身なりの成果につながるということがあるはずだと思うので、ぜひチョコザップ組もですね、頑張ってほしいなというふうに思うし、私自身もですね、その精神をヒントに今日も頑張り続けていきたいなというふうに思います。ということで今日もですね、まずは昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は31,430円62銭、31,430円62銭ということで、一昨日に比べると611円61銭、611円61銭ということで31,500円台を割ってしまうようなところで昨日は取引を終えていたようです。円ドル相場については1ドル149円80銭から81銭、1ドル149円80銭から81銭ということで、一昨日に比べると6000の円安ということですから、まあ、ほとんど動きなく昨日は取引を終えていますが、まあ、じりじりじわじわとまた150円台に向けて円安がほんの少しずつ進んでいるようにも見える気がします。そして今日音読の題材に取り上げたい一つ目の記事については、今日の日本経済新聞社説の一つ目からで、タイトルは米国の大統領訪問で中東の不安定化を防げということで、また今日もですね、イスラエルパレスチナ問題に関する社説がですね、一つ目の話題となっていますので、こちらをまず一つ目の音読の題材として、さらにイスラエルパレスチナ問題のアップデートを自分なりに学びをですね、深めておきたいと思います。米国大統領の訪問で中東の不安定化を防げ。バイデン米国大統領がイスラエルを訪れ、ネタニヤフ首相と会談した。パレスチナのイスラム組織ハマスの攻撃を受けたイスラエルへの支援を約束しつつ、ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザへの地上侵攻作戦に一定の自制を求めた。米国は歴史的に中東の安定に大きく貢献してきたが、近年は影響力の低下が否めない。今回の訪問が衝突のエスカレーションを食い止め、将来の中東和平への道筋を再び切り開くことにつながるよう期待したい。バイデン氏は訪問時の演説で、非戦闘員への攻撃禁止などを定めた戦時国際法の遵守をイスラエルに求めた。地上侵攻が民間人の多数の犠牲を出すことのないように警鐘を鳴らすものだ。際限なき暴力の応酬が制御不能の事態を招かないようにするためにも当然の要請だ。封鎖状態にあるガザへの支援物資の搬入でイスラエル、エジプトの協力を取り付けたのを評価する。支援が円滑に進むよう最大限の努力を続けてほしい。最も混乱の根本にあるパレスチナ問題に目を背けたままでは中東の安定はおぼつかない。バイデン氏が演説で、将来の独立したパレスチナ国家とイスラエルの二国家共存の和平の原則を維持すると表明したのも歓迎する。トランプ前米国大統領は過度なイスラエル寄りの政策を推進し、パレスチナからの信頼を失った。米国が公正な仲介役として指導力を発揮するには、パレスチナからの信頼回復が前提となる。その意味で今回の訪問に合わせて予定していたヨルダンでのパレスチナ自治政府のアッバス議長との会談が見送られたのは残念だ。バイデン氏のイスラエル訪問の直前にガザで病院の爆発が起き、約500人が死亡した。パレスチナ側が喪に服すとして先送りとなった経緯があるものの、再訪問の早期実現が望ましい。バイデン氏はイスラエルへの支援策を持った予算を議会に求めると述べた。ただその予算を審議する連邦議会は野党共和党の内紛で、下院議長の不在が長引き、このままでは成立させられない。ロシアへの反攻を続けるウクライナ向けも含めた支援が遅れかねない状況を憂慮する。共和党は米国が世界の安定に大きな責任を負っていることを自覚し、事態を早く収拾させるべきだ。
ということでですね、まあイスラエルとパレスチナの問題だけでなく、まあ、それを、ね、ですね取り巻くエジプトの協力ですとか、それからアメリカの連邦議会としてもですね、今下院議長が不在のままということで、まあ、その辺のところの影響も大きくですね憂慮されるところだということですし、まあ、一つどっかの衝突ですとか、まあ、混乱がですね大きく大きくいろんな世界のどこか世界の裏側にも影響を及ぼしているということの、まあ、象徴的な出来事の一つでもあるかと思うので、できるだけですねいつものように混乱が早く収拾して、そこに暮らす普通の人々の生活がですね安心して安全に送ることができるように、まあ、そんな日が一日でも早く来ることをで願いたいなというところです。そして2つ目の音読の題材としては、今日の日本経済新聞朝刊の2つ目の社説の2つ目からで、タイトルはいじめ最多自治体も関与ということで、これは国内問題、そして子どもたちに関するですねいじめに関する情報、まあ、報道となっているので、こちらをですねやはり国内問題もきちんと押さえておく必要があるというところで、2つ目の音読の題材とさせてもらいたいと思います。いじめ最多自治体も関与。全国の小中高校などで2022年度に認知されたいじめの件数が前年度から1割増の68万件余りに上り、過去最多となったことが文部科学省の調査で分かった。2013年のいじめ防止対策推進法の施行から10年が経過した。この間教員の長時間労働が社会問題化し、業務削減は喫緊の課題だ。学校や教育委員会だけに対応を委ねるのではなく、自治体の首長部局の積極的な関与や支援が必要だ。認知件数が増加したのは軽微な事案も積極的に把握する努力を重ねてきたからだ。だが看過できないのは児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす重大事態も923件と最多となったことだ。重大事態の4割弱は深刻な被害に至るまで学校側が十分に対応できなかった。ネット上でのいじめも増加し、教員が短所を把握しにくいという事情もある。学校に、参考になるのが大阪府寝屋川市の実践だ。市の公式アプリを経由していじめられている本人や保護者、問題行動を把握した周囲の生徒たちも危機管理などを所管する首長部局に直接情報を提供することができる。担当職員らが直ちに関係者を事情聴取し、早期収拾に乗り出す。いじめを人権行為、人権行政の課題と捉え、首長部門の責任で解決する試みだ。教員の負担を軽減する効果もある。教師の指導の役割を軽視すべきではない。将来の教育的なアプローチも残しつつ従来の教育的なアプローチも残しつつ問題解決の選択肢を増やす視点が大切だ。子ども家庭庁も首長部局にいじめ相談の窓口を設置するモデル事業を始めた。この施策で得られた知見を広く現場で共有したい。自治体の支援に加え弁護士などの指導助言を踏まえた法的な対応も課題だ。学校教育法にはいじめなどの加害者に出席停止を命じる規定がある。しかし近年ほとんど実施されていない。もちろん義務教育段階では慎重な対応が必要だが、学校にも社会一般の法規範が適用される。そのことを理解させるのも教育の役割だろう。ということでですね、いじめ問題がまた、まあ、件数的に見れば増えてしまっているということを危惧することもありますし、ただ、本当に軽微なですね、ちっちゃな、トラブルですとか、まあ、ちっちゃな問題からどんどん報告を上げておこうというところで、まあ、その辺のところの網に引っかかってきたものをみんな、吸い上げていった結果ですね、数字だけは上がっていってしまうということにも、なっているようだということですから、まあ、その辺のところをただですね見過ごされて全然目にかからないよりはですね、ちゃんときちんと把握されているというだけでも成果は上がっているのではないかなというふうに思ったりもしますけれども、このいじめ問題、
個人的に大人としてですね、何年も社会に出ている中で、この社会全体を見てみるとですね、いじめというのは本当に人間のですね、本質的なところでもあって、子供であればなおのことですね、まあ、その意識ですとか自覚も少なく行動に移してしまうっていう人も多いでしょうし、例えば報道など見ていてもですね、やはり一人の人だとか一人の企業だとかを吊るし上げるようにですね、この記者の方々が様々な質問を投げかけたり、その頭を下げている姿を報道するというような姿を見ているとですね、これ大人になってから社会に出てからもですね、そういうふうに報道自体がですね、ある意味ちょっとしたとは言わないけれども、いろいろな事案によってまあ、ちょっと足を踏み外したというかですね、まあ、この何かその少し、トラブルがあったようなところ、多少なりともトラブルがあったりしたようなところもですね、本当に、まあ、徹底的にですね、まあ、みんなで寄ってたかって報道をして、そして、まあ、謝らせるですとか、まあ、そういう姿を見ていると、これは本当に大人の中でもですね、いじめと言ってもいいのではないかと思うような報道も中にはあったりするので、報道する側もですね、一体それちゃんとこのいじめ問題を取り上げていくということは、自分たちに振り返ってみるとどういうことを言ってるのかということも考えてほしいなと思ったりもする時もあるので、まあ、この子どもたちの世界のいじめはですね、もちろんできるだけ減らしていく必要もありますし、その子どもたちにとってのお手本となる大人の世界もですね、決して誰かをこの吊るし上げてみたり、誰かを貶めてみたりですね、まあ、ちょっと、まあ、自分たちと考えが違ったり、いろんな意味でトラブルがあるようなところはですね、まあ、この取り囲むよりは、どういうふうにしたらそれが減っていくのかということを、もっとみんなで、温かくですね、背中を押していくというような世の中ですとか報道になっていかなければ、なかなかこのいじめ問題というのも根本的な解決は程遠いんじゃないかなというふうに思ったりもします。ということで、3つ目の音読の題材としてはですね、今日の日本経済新聞朝刊の中からですね、タイトルは無人タクシーホンダが先陣ということで、ゼネラルモーターズ、アメリカのゼネラルモーターズと協力をして2026年に都内で開始していく予定だということだそうですから、これもまた夢のある話でもありますし、またこのですね、自動運転が実際に本当に2026年には都内で開始されることになるのかというようなことも含めて、この記事から確認をしておきたいなというふうに思いますので、こちらを3つ目の音読の題材とさせてもらいたいと思います。無人タクシーホンダ先陣、ゼネラルモーターズと2026年に都内で開始、人手不足解消に期待ということです。ホンダが日本の無人タクシーの実用化で先陣を切る。10月19日米国ゼネラルモーターズと2024年前半に共同出資会社を立ち上げて、2026年から東京都内中心に運行すると発表。無人タクシーは人手不足解消の切り札として期待される。安全面を磨きながら運行データ蓄積で先行する米中を追い、自動運転時代の本格到来に備える。車メーカーがタクシー事業へ参入するのは日本で初めて、事業運営のノウハウを安全な自動運転車の開発に素早く反映する。米国配車サービスである大手のウーバーテクノロジーズにはない強みとなる。ゼネラルモーターズなどと2018年から開発中の6人乗りの電気自動車クルーズオリジンは、ハンドルを含む運転席がなく車内空間が広い。移動時間にビジネスの打ち合わせや友達と音楽を楽しむといった新たな価値を提供する。現在地、それから目的地の指定や料金支払いなどは全てスマートフォンで完結させる。日本ではドライバーが同乗せず運転を自動化するレベル4の公道走行が4月に解禁された。事業者は特定の地域内での運行計画を立てて、許可が出れば無人運転で人や物を運べる。都心でレベル4を運行するのは日本では 初となる。最も需要があり事業性が高いものの、交通量や歩行者が多く、難易度は地方都市と比べて高い。ホンダの三部俊博社長は、ここで顧客が満足すればサービスを他の都市にも展開できると話す。ホンダなどと無人タクシーの検討を進めてきた国際自動車の松本良一常務も、まずは東京で事故などを起こさない安全性を検証する必要があると話す。経済産業省は10月19日サービス実現に向けて、省庁間で円滑に情報共有する新たな議論の枠組みを立ち上げた。
国土交通省、警察庁、法務省、自治体などが参加する、各省の規制や、許認可の情報などをすり合わせる。西村経済産業省は、10月19日、このですね、経済産業省を訪問した三部社長らを前に自動運転サービスを展開する上で、さまざまな関係省庁の規制やルールがある。できるだけ早く調整していきたいと話した。無人タクシーは人手不足解消への期待は高い。レベル4の運行許可が下りているのは福井県永平寺町の1か所のみ。一般道路と交差しないルートで、第三セクターが5月からヤマハ発動機の電動カートで運行する。ホンダも2026年の開始当初は東京の限定的なエリアで始める。自動運転は走行データ解析が鍵となる。自動運転に関する特許別出願件数ではトヨタ自動車やデンソー、ホンダなどの日本勢は上位に入るが、実際の走行データ蓄積では米中に遅れを取る。日本で先陣をかけるホンダの成否は国内の自動運転の普及を占う試金石となるということですから、来年にもですね、 GM とホンダで、協力会社を立ち上げて、そして2026年、都内のどこか限定的なエリアで、まだそのですね、試験的な走行になるのか分かりませんけれども、実際に道路を走っていく自動運転車をですね、供給していくということになりそうですから、これはこれで、夢のある話ですし、実際も本当そういう時代があと2、3年後に近づいてきてるんだなということを考えるとですね、本当に時代の移り変わり、そして私たちのテクノロジーの進化には驚かされるなという気がします。ということで今日はですね、2023年令和5年の10月20日の金曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。